はい、皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。トランプさんの裁判ですけれども、何が何だか私たちには全くわからないと思っているのは私だけではないと思います。マーク・レビンさんという、フォックスニュースのキャスターもされていて、学者さんなのかな彼がかなり詳しくね、いろんな発言をされておりますので、そちらをご紹介すると理解が深まるのではないかなと思います。 まずトランプさんがマーク・レビンさんのこちらの発言をトゥルスソーシャルで貼っておりましたので、まずそこから読みたいと思います。グロテスクな裁判の茶番劇は今朝さらに悪化した。スターリン主義の同家裁判官は、 バ信に対し、元大統領を有罪とするために3つの犯罪分野の中から選択するように指示しました。一つ、連邦不代理法違反。これは法廷内の誰もこれを知らず、裁判官はブラッドスミスが証言することを明確に禁じています。これはトラさん側がブラッドスミスを証言台に立たせようと申請したんですけれども、拒否されたんですね。ブラッドスミスが証言してしまうと、 連邦不で法違反がないっていうことが証言されてしまうからだということなんです。二つ目、営業記録の改ざん。三つ目、税金違反。もちろん、上記のすべてにおいて問題となるのは犯罪の意図が必要であることです。さらに、陪審員は三つのうち一つを選ぶことができ、三つのうちのどれを選ぶかについて全員一致で同意する必要がないという考えは、もう一つの衝撃的な展開です。 さらに連邦不代で違反はまだ定期すらされていません。というものです。つまりトランプさんは自分は発言することもできない。どんなに捏造を証言として言われようと全く反論することができない。口を開いて何か言うことができない。そして不代で法の専門家、憲法の専門家、客観的に説明をする、売信に対して説明をする、そういう承認を 申請したんですが、それも却下されたんです。つまり、陪審は、きちんとした説明を受けることができないんですね。そして、代わりに何をやったかというと、ロバート・デ・ニーロさんが裁判所の前で、トランプさんは、ヒトラーのサイライダーとか、うだらこダだらって、悪口を言った、ああいうことだけが入ってくるわけですね。あとは、い大れなる嘘つきと言われているマイケル・コーエンという、あの、今回、 弁護士費用を払ったと言われている嘘つき公演さん。司法省側は、その公演さんの証言をメインな証言として採用しているんですが、その公演さんの発言自体がもう嘘に満ち溢れているという状況です。だけどその嘘を山のように聞かされた中で、陪審は判断しなければならない。で、陪審は民主党、 ニューヨークなので民主党の人が陪審になっている可能性が非常に高いではないですか。そうすると、陪審員のうちの一人、これらのことにノーという精神的な強さと、公の気持ちと、自分は犠牲になってもいいんだ、アメリカの正義を守るために自分が犠牲になってもいいからノーという、という心の強さを持っている陪審員が果たしているのかどうかという問題が これから焦点になるのではないかなと思います。そしてもしも有罪になった場合は最高裁判所に挙げるべきだという意見もあるようです。ここからはマーク・レビンさんの書き込みで気になったものを読んでいきたいと思います。チュンフどですが読んでいきます。これは2024年5月の29日午前6時26分の書き込みです。 私はマンハッタンの裁判所にはいませんが、そこにいる信頼する弁護士、フォックスの記者にテキストやメールを送っているのを注意深く聞いています。記者はそれをフォックスの放送で読んでいます。また、裁判所を出て直接放送で話している人たちもいます。裁判官は弁護士の首に足を乗せているような嫌な詐欺師で、 検察官があらゆる方向で取り留めのない話をするのを許しています。連邦不代で法やトラシに関する個人的なほのめかし、公園の行動がトラシに関係しているという示唆など、とんでもないことです。この判事はこの事件を扱うために特別に任命されました。最初から彼は法律と証拠、規則をズタズタに切り刻み、適正手続きを踏みにじり、事件の ほとんどの側面に関してトラシを沈黙させ、裁判に不随証拠、それは大量にありますが、それを認め、連邦不代で法の管轄権を主張し、弁護側が国内トップクラスの専門家を賠償に証言させるのを阻止し、連邦犯罪容疑を具体的に述べるよう検察官に指示しませんでした。 連邦不代理法に関して、彼は何の証拠も求めず、ましてや彼らが今になって推測している法律の引用も求めませんでした。つまり、連邦犯罪容疑だと言いながら、どれに基づいて違反だと言っているのか、説明させることを裁判官は求めなかったということですね、検察官側に。 それからストーミー・ダニエルスがいました。彼はトラシを困惑させ、憎しみを吐き出すためにだけ使われましたが、それ以上のことはしませんでした。口を開けばいつでも嘘をつくマイケル公演が主任承認でした。この事件全体がいかに馬鹿げているかということです。さて、 アクセスハリウッドのテープ。これはどれも関係ありません。全ては陪審にトラシに対する怒りと憎しみを抱かせるためのもので、忌まわしいことです。いわゆる司法制度に隠れたこの人格攻撃は純粋なスターリン主義です。このいわゆる裁判官が陪審にどのような指示を与えるのかは想像するしかありません。この陪審に与えた指示を言うのが先ほど一番最初に言った内容です。 一方、この全ての政治的な性質を強調するために、強調する必要があるかのように、梅田陣営は最終弁論の最中に、口汚い狂人ロバート・デ・ニーロを使ってトラシを事実上、チンギス・ハンダと非難し、白い家は陪審が氷決を下した後、梅田自身が大統領としてコメントするとメディアに伝えました。覚えておいてほしいのは、 これは非訴訟事件だということです。連邦地方問わず犯罪は存在しません。企業報告に関する州の軽犯罪は違反されていません。NDA は訴訟費用であり、そのように報告されました。いずれにしても軽犯罪法はすでに執行されていました。左翼団体が連邦不代入委員会に苦情を申し立て、NDA は違法な連邦不代入献金だと主張しましたが、連邦 不代で委員会はそうではないと述べました。これだけでは不十分だったかのように、SDNY の米国検察局は事件を再度検討し取り下げました。確かに偽証を含む一連の連邦犯罪を犯すことに同意したのは公演でした。元マンハッタンの地方検事は検討し取り下げました。ブラックは当初この件を無視しましたが、梅田の取り巻きの一人がニューヨークに派遣され、非詐欺詐欺ではない、 詐欺事件を担当し、その後犯罪ではない犯罪の刑事事件に移ったため取り上げられました。その後とんでもない理論がでっち上げられました。NDA が別の犯罪、この場合は連邦不大で違反を隠蔽したと言える場合は、州の軽犯罪法が復活する可能性があるというものです。そして彼らの重要な証人は公園です。もちろん、 司法検知には連邦不代で問題に関する管轄権はありません。FEC と SDNY には管轄権がありますが告訴を拒否しました。したがって連邦不代で法違反はありませんでした。裁判官は連邦不代で委員会の元委員長で連邦不代で法の専門家であるブラッド・スミスが弁護側の専門家証人として証言するのを拒否しました。スミスが証言すれば 検察側の訴えに致命的な法的打撃を与えることになります。スミスがライフ・リバティ・アンド・レビンで3回にわたって述べたように、連邦府代理法違反はなかった。裁判官が陪審員にスミスの証言をさせなかったのはまさにそのためだ。もちろん他にも多くのことがある。この事件のいわゆる判事、ファン・メルちゃんは、私たちがかつて公主刑判事と呼んでいた人物です。 つまり裁判手続きは単なる形式にすぎません。結局何も言うことはできず、証拠を提示することもできず、承認を変えることもできず、いかなる不正も判事が要求するあらかじめ定められた結果を阻止することはできません。少なくともそれがこの判事の意図と目的です。覚えておいてほしいのは、このすべての確信においてトラシが 連邦を不代で法に違反したという証拠は存在せず、ましてや行為に違反したという合理的な疑いの余地はないということです。これを証明しなければ、州法は復活できません。私の望みは少なくとも一人の賢さと度胸と良心を持った陪審員が、雑音や付随的証拠、裁判官の不正行為を切り捨て、まーちゃんにノー、ブラッにノー、 梅田政権にの、そしてこの恐ろしい防政にのということです。という書き込みです。長いのでもう一件ぐらいにしておきます。そしてマーク・レビンさんのこの一年ここ2、3日の発言はとてもわかりやすいので、X の場所を貼っておきますので、ぜひ見られてみてください。 もう一つマーク・レビンさんですが、マンハッタンの陪審の判決次第で、トラ親分は最高裁に直接上訴する可能性というのを、 検討すすべきだと言っています私は45年来の友人で、故ウォーレンバーガー最高裁判所長官の法務省機関を務め、私が知る限り最も優秀な弁護士の一人であるアーサー・ファーゲンソンに、トラ親分の代理人を務めるなら必要に応じて最高裁に直接上訴する可能性はあるかと尋ねました。彼の答えはこうでした。と言って、その返事を書いています。こちらはブッシュ対コア事件というものを 例に出しているようです。以上、今回は今朝お伝えした動画に関する虎親分のあの訳のわかんない裁判に関するまあ補足説明として有効かなと思うようなものをご紹介させていただきました。それではまたありがとうございました。